常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。立憲民主党カウントダウンということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。いやー、今日ね、2時間半もね、立憲民主党の代表選、あんなに長くかかると思わなかったんでね、まあライブ、まあ1時間ぐらいで終わると思って始めたら2時間半もかかってね、まあ大変だったんですけど、まあとりあえず終わったんですが、まあ見ていて思ったことをね、いくつか言いたいんですけど、まずね、ちょっと客観的な話からさせていただいていいですか。まずですね、各メディアがですね、中継やってません。はい。ミヤデンヤもね、ゴゴスマもね、延々能登の話やったと思ったら、今度大谷さんの話でね、もう全くこの関心がないというかですね、メディアの関心はゼロと、まあそれもそうですよね。だって昔の名前で出てますみたいな。代表経験者3人とさ、付け焼き場で女性候補でしょ？って感じでね。で、まあ結果から言うとこのね、吉田晴美さんで女性候補は、もう1回目の投票で最下位で、もうそのまま終わったんですけれども、どうなのと、いうことですね。はい。まあ、これがまず一つね。メディアの関心めっちゃ薄かったですと。はい。で、ちなみに、立憲民主党が、自分とこで、中継やったんです。ネット中継ね。これがね、5000人弱見てたんですけど、常年司チャンネル見てる人が、2500人くらいいたんですよ。はい。なんで、立憲民主党の公式チャンネルの半分くらい俺のチャンネル見ちゃってんですよ。わかります？で、しかも産経とかね、あの辺も、読売とか、日テレとかもね、やってたんですけど、産経見てる人とかももう数百人、700人とか、読売じゃねえや、毎日に至っては300人ぐらいしか見てないわけ。俺のチャンネル2500人ぐらい、2400とか見てるんですよ。ね、立憲民主党公式がね、確か4800ぐらい、5000弱だったんですよ。で、ちょうどその半分がうちね、2400。で、その人たちが産経の700とか、そんなもんなんですよ。この関心の薄さというか、まあ、私のチャンネルで見てる人っていうのはまあ、どういう関心を見るかもう、皆さんお分かりですよね。ね、その立憲民主党頑張ってほしいとか言って、まあ見てる人はあんまりいなくてね。私がどんな面白いこと言うかみたいなね。まあ、いや、まあ私が見てたのはあれですからね。パラレルワールドのね、立憲民主党じゃなくて、ドリッケン民主党っていう体でね、まあ、体でっていうか、まあそういうことでやってましたけど、いろいろね、ちょっとゴーストの言葉拾ったりとかいろいろしてやってましたけど、面白おかしくやってましたけど、なんかちょっと、ね、関心が、立憲民主党公式が、まあそんな、で、あとね、ザページで見てる人がね、1万ちょっといたんですよ。あれが一番多かったですね。はい。あれが1万何千人とか、1万4千人とかで一番多くて、次は立憲民主党4800で、その次は私の2400みたいな。まあこの世間の関心の低さというか偏りというかですね。まあこれはもう客観的にね、数字で、まあ出てしまってます。数字とかね、あとその事実としてテレビが取り上げないと。ね、この中継をまあやらないと。まあ長かったしね。ぐたぐたね、ちょっとひどかったなと。長すぎてね。まあそれもあって、あんまり関心がなかったと。これが一つ目です。で、二つ目。まあ、立憲民主党だけにね、牛歩戦術でもやるやついるかなと思ったらね、投票する人に牛歩やる人誰もいなかったんですけど、まあ、集計がおっせおせ。集計が牛歩戦術ですね。これは結構参りました。まあ、これが長くなった原因でもあるんですけどね、投票自体はそんなに長くはかかんなかったんですけど、集計がね、もう投票と同じかそれよりももうずっとなんか、あれ、なんなんでしょうね。まあ、慎重にも慎重期してやってんでしょうけど、投票用紙数えるね、札勘マシンみたいなやつがあって、それでバーって数えてやってんだからさ、札勘2回ぐらい通せば大丈夫だろってことなんですけど、まあ、1枚1枚確認してるのかもしれないですけど、OCR とかね、なんか入れたりとかなんかしても、早くやった方がいいんじゃないか。まあ、場合によってはね、電子投票で、ドミニオンでも使ったらあかんよ、話で。もう本当に投票用紙がフランクフルトに送られましたとかね、まあ、なんかそういうネタで言ってましたけど、ただ一個気になったのね。一回目の投票が終わった後、投票箱が一回舞台裏に行ったんですよ。そんでまた戻ってきて開票。あれちょっとやめた方がいいですよね。まあ、不正があったとは言いませんけど、なんで投票箱一回後ろ持っていくのみたいな。ね。入れた、ね、投票終わった状態でそのまま鍵開けてパッと開いて、はい入ってます、出しましたってやらないと、自民党の総裁選の時は多分そうやってますよね。でもなんか鍵かかったままの投票箱一回後ろに持ってって、あ、これすり替えてるとか言ってネタで私は盛り上がってましたけど、ああいうのもちょっとやめた方がいいんじゃないと。いうこともまあ思いましたね。はい。ということで、まあまずはね、結果以前の問題として、関心がない。ね。それからそのオペレーションがいまいち。ね。集計が遅いとか、ね。それからそういうちょっとなんか、すり替え疑惑が生じるような変な動き、戦艦がしちゃったりとか、戦艦というか職員だな、あれ、党のな、しちゃったりとか、なんかちょっとそこが、まあ、そういう、なんていうの、そもそもその投票とかさ、
候補者がどんな話してたかとか以前の問題として、イベントとしてダメじゃないかみたいなのが、まず、冒頭、私の感想です。で、結局そんな、オペレーションいまいちだったんで、スタートしてからですね、2時間半ぐらいかかったんですね、投票終わるまで。私1時間ぐらいのつもりでライブ始めてね、その後ミーティング入れてたんですよ。4時ぐらいからミーティング入れたんですけど、1時から始めて、まさか4時までかかると思わなくてね。あ、4時っていうか3時半ぐらいまでかかると思わなくて。もうちょっとね、ヒヤヒヤしたんですけれども、まあそういうのが、まあありました。はい。ということで、まあ、まずは中身以前の問題ね。じゃあ次中身について言うんですけれども、各候補の演説でですね、気になったのは、国防安全保障に関する言及はですね、2回目の投票前の野田さん以外はほとんどしてなかったです。はい。まあ、時間が短かったってこともあるのかもしれないですけどね。能登半島の、今回のね、豪雨による被害に対する、まあ、お見舞いの言葉から始まり、それからね、自分をまあ、応援してくれた、ね、まあ、その支持者の皆さんに感謝の言葉を述べて、まあ、残りの時間で政策のこととか話すんでね。時間がなかった部分あるかもしれないけどさ、ね、じゃあ、それを話さないで何話してたかといえばさ、例えば吉田晴美さんはね、教育無償化です、みたいな、それだけなんですよ。あともう本当にパンフレットに書いてある、そのね、スローガンをただ読み上げるだけみたいな。本当にちょっと中身を、あんまりないね、演説というか。なんかやっぱポイント3つですとか言って絞ってね、そう、経済、ね、外交とかも2つでもいいですよ。経済と外交についてね、ね、言いますとか、経済、外交、まあ、あと前、立憲民主党の再分配ね。この3つだけ言いますとか言って、3つか、4つだけね。3つだけ言いますみたいな、まあ、感じでやってもらってもよかったんですけど、なんかね、こう、まあ、支持者がその再分配好きな人多いからね、業界はね、あっち側の人はね、こっち側の人は、まあ、再分配の話で好きな人が多いんですけど、まあ、それこそ自民党総裁選で言うところのね、石破さんと同じですよ。再分配の話してれば何でも解決するみたいな、そういう発想はちょっと違うんじゃないかなと。やっぱ成長戦略、まあ、経済と成長安定再分配とね、三本柱なんですよ。成長安定なきところに再分配ないから。ね、再分配だけやっちゃうとさ、ギリシャみたいな国になっちゃうんでね。これはこれでまた問題でしょ。ね。なのでやっぱ、成長安定もやっぱしっかり語ると、そしたらじゃあ電力不足どうすんだ、原発どうすんだみたいな話もなるけど、そういうもうなんかさ、なんていうの、こう、もうちょっとコントラバーシャルな話ね、英語で言うとね、ちょっとこう論争を呼ぶような、そういう話はですね、なんかこう微妙に避けて取ったのと。あと、安保法制の問題もね、選挙期間中にですね、枝野、野田良候補はですね、もう安保法制廃止することはないと。もう、このままもう、ね、言ってるから、いきなりこれダメ、なしにするなんてことできないんじゃないかみたいなこと、言いましたよね。はい。だからそこももうちょっとね、最後のところで、突っ込んで言ってほしかったんですけど、なんかやっぱり、ね、まあ、前にもこの、チャンネルでね、立憲民主党の総裁、代表選のことね、ちょこっと取り上げて、その、安全保障の問題に関しても、その憲法のね、彼らの解釈する、俺の解釈した最強の憲法に取らせて、違反がないかみたいな、そんな思想警察みたいなことやってんですよ。じゃあ、そんなはっきり言ってどうでもよくて、ね、どうやって国を守るかって話でしょ。で、憲法に関して言うと、国連憲章で認められた自衛権の範囲内だったら行使していいわけでさ、それをいかに有効に行使するかと、ね、いうことが問題です。それをいかにうまくやるか、ね、うまくやるっていうことは、国民の生命財産を守るっていう意味でうまくやるかっていう、そういうエンジニアリングの話やってんのに、まあなんかその進学論争みたいなことやってんのね。で、まあ、あえて言いますけど、僕の後輩なんでね、道下大輝くんっていう、まあ、北海道出身のね、まあ、いずれ僕は立憲民主党の代表になる男だと、それぐらいの器の男だと思ってんですけど、Facebook 見たら、頭痛くなるような投稿してて、その安保法制の違憲部分については、廃止にするとか言って、なんか、忘れてませんみたいな、なんかそういうデモみたいなのをやってるっていうのが、Facebook から上がってて、コメント入れようかなとかちょっと思ったんだけど、まあまあいいか、まあいいかと思ったんですけど、いや、それはだから道下くんさ、進学論争なんだよね。違憲部分なんとかって、ガチでやるんだったら国連憲章とちゃんと見て、ね。国連憲章で OK なものは日本国憲法でも OK だから、基本的に。ね。国連憲章で認められた自衛権の範囲でやれることすべてやって、国民の生命財産を守りますと。ね。いうふうにやるならいいですよ。で、その安保法制っていうのはその国連憲章ともちゃんと調和するように書かれてるの、ちゃんとよく読んでください。はい。そういうだからアプローチないんですよ、残念ながら。ね。だからそのイギリスのスターマー政権がさ、なんで誕生したかといえば、こういうアホな進学論争じゃなくて、今私がやってるのはそのエンジニアリングとして平和をちゃんと考えたから。だから国民も安心して投票したんですよね。で、それ以前の人は、まあいわゆるその極左でさ、進学論争やってたわけよ。そんなんじゃダメだろうってことで、保守党グダグダだったのに、それでも選ばれなかったっていうのはまあそういうことですよね。だから立憲民主党がね、今日ね、枝野さんの演説なんかでもね、政権を取るんだ、取り返すんだとね、新しい立憲民主党だとか言ってね、民主党の頃も民進党の頃もいろいろあったけど、あんなん関係ない、俺たち新しいんだって、創業者の枝野さんが
一番古い立憲民主党の党首の、ね、民主党じゃないですよ。立憲民主党としては一番最初の党首の枝野さんが、まあ、そんなこと言ってる。まあ、誰が見てもですね、先祖返りにしか見えない選挙なんですけど、まあそんなこと言ってると、いうことで、その演説の中身についてはですね、安全保障政策ね、一番みんなが気にしてるところですよ。いわゆるその、中道の人たち、ね、中間層の人たちが、立憲民主党は大丈夫かなって思ってる、その安全保障について全然語れてないと。ね。で、今の固定ファンがね、大好きな再分配の話ばっかりしてると。もうここからして、もう、なんか政権取る気ねえだろうな、みたいな感じなんですよ、僕が見てて。なのに、口ではね、政権取るんだって、内輪向けに言ってるんですよ。うちはってこっちね。こっち向き言ってるわけです。いや、それ現実的に無理だし、だって今回のメンツ、ね、決選投票残ったのはさ、枝野さんと野田さんなわけでしょ？昔の、先祖返りもいいとこ、昔の名前で出てますみたいな話なわけじゃないですか。それをね、刷新するつだって。ね、で、さらに言うとさ、ね、あれだけジェンダー平等とか言ってんのに、吉田晴美さん一番最後、取ってつけたかのように出てきてね、それも枝健二さんが応援したから私出れましたって、ぶっちゃけてましたよ、演説で。こんなんでいいんですか？なんかちょっとその看板にね、ちょっと偽りありと、うん。まあ要はだから口で批判するだけで結局何もね、有効、実効性のあること言えないんじゃないか、この党は、みたいな。そういう確信を強めてしまう、そういう代表選挙だった可能性があるかなと。まあその演説内容についてはですね、本来だったらその中間層を取り込むために、安全保障政策ではもう現実路線行きますと。もうくだらねえ進学論争やりません。安保法制に意見部分あるわけないじゃないですか、そんなもんと。我々だったら自民党よりももっと効率よくね。ね、もっと効率よく、人命重視でね、この国守りますよ、みたいな。そういうプランを多分、期待してたと思うんですよね。中道左派的な人ね。でも今の立憲民主党はちょっと中道左派の人とも永遠になっちゃいますよ。まあ野田さんが多少ね、現実路線に振ろうとしてますけど、でもそれでもやっぱり、安全保障に関しては進学論争になっちゃってるので、進学論争じゃなくて、平和のエンジニアリングっていう観点でね、考えていただかないとダメかなと、そんな風に思いました。で、それ以外の部分ね、その安全保障以外の経済政策のところですけど、まあ、はっきり言って、再分配政策に関する言及ばかりで、この国をどうやって伸ばしていくのかってことについてはですね、まあ、結構微妙でしたね。まあ何人かその、技術に投資してとかね。まあ吉田さんがな、技術に投資してとかいろいろ言うてましたけど、まあそれ自民党が言ってる産業政策の何が違うのみたいな話でね。なかなか、やっぱり、まあなんていうんでしょうね。経済学そのもののお勉強が足りてないかなと。やっぱり自民党なんかだとね、その小林さんとか高市さんとか、かなりね、政策ね。まあそれこそ、林さん、まあ、林さんとか茂木さんなんかもね、まあ、実務の面で非常に政策通ですけれども、理論面でもね、勉強されてる方すごくいるし、実際のその、党首討論なんかでも、党首討論というか、校舎討論会なんかで見ててもね、その財政についてどう思いますかって言ったけど、ちゃんとほら、高橋さんがちゃんと答えるじゃないですか。ああいうのがちょっとね、ないんですよね。なんかこう、財務心理教というかさ、で、夜と触ると再分配みたいな話。だからもう石破茂を4人並べたみた、並べてみたみたいな。石破茂選手権みたいな感じですよね。でも本当に、経済政策っていうのは、成長安定再分配ですから、そういう基本的なところからですね、やっぱ経済もエンジニアリングなんですよ、やっぱ。そういう意味で言うとね。だからその、弱者がーってやっぱほら、イデオロギーじゃん。進学論争から言っちゃうじゃん。だから現実からどんどん乖離していっちゃうんで、まあ経済の方もですね、やっぱまあ物足りないというかね。中身も、かなり、まあ、ちょっとどうだろうな、中間層を取り込めるかっていうと、心配ですよね。普通に、まあ、企業を経営してる人とかさ、まあ、まあまあお金もらってるサラリーマンとか立憲民主党みたいな、まあ、逆にまあまあお金もらってるサラリーマンは立憲民主党入れちゃうのかもしれないですけど、本当にまあ、なんていうんですか、日々ね、頑張ってる人たち、このお金を稼いで頑張ってる人たちから見ると、なんか変なことするんじゃないと。ね。なんかこう、市場が歪むんじゃないと。ね。なんか、余計なことしちゃいそうじゃないみたいな。そういう心配がやっぱりね、社会主義政策的なことやって余計なことしちゃうんじゃないかって心配が立憲民主党にあるんですけど、それを払拭するような内容の演説だったかというと、全然違います。夜と触ると弱者が、再分配が、そればっかで、経済政策もやっぱ結局、こっち向きのね、自分の、ね、観客席にもすでに座ってる人たち向けにやって、そのスタジアムの外にいる人たちにね、こんな面白いことやってますよっていう感じにはなってなかったかなと。まあそうなってなかったからこそ、ミヤネ屋もゴゴスマもスルーだし、ね、まあ、常年司チャンネルがね、立憲民主党公式の半分ぐらい、視聴者稼いでしまうと、いう、こういう厳しい現実だったのかなと、いうふうに思います。まあ野田さんがまあどんな演説をしようがですね、まあやっぱりその、天に唾するようなね、そういうまあ、非現実的な政策はダメですよ。
まあイデオロギーありきでですね、やっぱエンジニアリングの部分をね、現実に即したエンジニアリングをしっかり考えないと、立憲民主党の再生がないかなと。まあ逆に期待してるんで、やれるもんならぜひやってほしいなと思います。まあ立憲民主党若い世代でね、道下くんとか、その下のね、中村武人くんね、今日は立候補予定者ということで投票してましたけど、いるので、まあぜひですね、スターマー政権に、学びですね、中道左派政権本気でやるならね、スターマー政権に学んで、今やってるようなその進学論争静さ、それはまあ昔の逆にはいいかもしれないけど、多分受けないので、まあそこちょっとお考えいただくといいのかなと、そんな風に思いました。はい、ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方ね、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方をお願いします。最後にですね、私のこと特に応援したいという方、Thanks ボタンと、私がやってるオンラインサロン、八重洲イブニングラボの方にぜひ遊びに来てください。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー。